グランフロント大阪ではディズニーが勇気と優しさをテーマにディズニープリンセスたちとタイアップしたイベント、グランウィッシュクリスマス2021ディズニーアルティメットプリンセスセレブレーションスパークリングモーメンツを11月11日から12月25日まで開催します。その点灯式が行われるということで早速行ってみましょう。阿部詩さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めましてですけれども、東京オリンピックの素晴らしい活躍感動いたしました。金メダルおめでとうございます。ありがとうございます。ね、このようなツリーは初めて見たのですごく綺麗で、着いたらどうなるんだろうというワクワク感があります。私は白雪姫が好きで、はい、すごく可愛いなっていう印象で好きになっています。そうですね、本当に柔道という競技は勇気が必要な競技で、技一つ出すのにもとても勇気がいることなので、東京オリンピックでは、自分の勇気を振り絞って戦いました。勇気にも直結つながることだと思うんですが、周りの人の優しさとかいろんな優しさというのもエネルギーになるんじゃないですか。そうですね、東京オリンピックは無観客という中で試合が行われたんですが、本当に画面越しからの皆さんのたくさんの応援が私に届いて、東京オリンピックの舞台で優勝することができたというふうに感じていますので、本当に皆さんからたくさんの優しさをいただいて今ここに立てていると思います。さあ、それではいよいよメインクリスマスツリー点灯式の本番となります。準備はよろしいですか。それでは参りましょう。3、2、1、点灯。すごく音楽にもすごく合っていて、自分自身にもすごく曲の歌詞が響く部分があったので感動しながら、クリスマスツリーの綺麗なライトアップを眺めながら見させていただきました。本当に私が生まれた場所は関西なので、皆さんの温かさだったり面白さがとても大好きなので、これからも本当に応援していただきたいっていうのと、そうですね、パリオリンピックに2連覇に向けて頑張りますので、はい、応援よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか。クリスマスイベントグランウィッシュクリスマス2021は11月11日から12月25日まで開催されています。皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。